ジムウェルズ軍は、アメリカ合衆国テキサス州の南西部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査での人口は4万838人で、あり、2000年の 39, 3万9326人から3.8%増加した。軍庁所在地は、アリス市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。ジムウェルズ軍は1912年に設立され、軍名は、 南テキサスの政治ボスだった、ジェームズ・バベージ・ウェルズ・ジュニアにちなんで名付けられた。ジム・ウェルズ軍はその全体で、アリス・ショート試験を構成している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は868平方マイルで、あり、このうち陸地865平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.43%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2004年大統領選挙でジムウェルズ軍はジョージ・ W ・ブッシュがジョン・ケリーに敗れたことではテキサス州でいくつかしかない軍の一つになった。ケリーが6824票を得たのに対しブッシュは5808票だった。ジムウェルズ軍は1948年 アメリカ合衆国上院議員選挙で悪名高いボックス13事件の舞台になった。民主党の予備選挙でリードン B ・ジョンソンが人気の高い元知事のコーク・スティーブンソンを200票差で破った。その後の調査でこの200票は投票が締め切られた後に投票箱に詰め込まれたものであることが判明した。最終的にジョンソンは上院議員に当選した。 ありがとうございます。